おかえりなさい。今日もお仕事お疲れ様でした。いつもありがとうございますね。ご飯にします？お風呂にします？それとも、わ、た、し？なんちゃって、アスタ、一度言ってみたかったんです。人間さんってこういうこと言うんですよね。でも実際に言葉にすると、ああ恥ずかしいですね。あー、もうあんまり見ないでください。お風呂から上がったら、今日あったこといっぱいお話ししてくださいね。